黒猫ゲームズ見てね。どうもこんにちは、黒猫チャンネルの黒猫です。今日はですね、ギラはノコギリクワガタの餌交換をしていきたいと思います。前回ね、餌交換したのがね、8月の初旬でした。その時はね、結構大きくなっていたんで最後の餌交換だと思ってたんですけど、見てください、だいぶ黄色くはなっているんですけど、まだ溶化しようっていう感じではないんでね、今回は禁止じゃなくてマットにね入れ替えて、うん、いつ溶化してもいいようにねやっていきたいなと思ってるんですよ。もう一頭のオスですね。もう一頭のオスの方も少し黄色くはなってるんですけど、まだね幼虫のままなんでね、この子もマットで交換していきたいと思います。そしてね、先に言っておきますけど、オスは3頭いました。で、このオス、残念ながら亡くなっちゃっています。以前動画で黒い斑点のようなものが見えるんで、病気だと思う、もう助からないと思いますよっていうご指摘を受けてまして、そんでね、ただまあ元気だったんでね、餌交換続けてきたんですけど、やっぱりね、結構でかくなったんですけど、真っ黒になって死んでいる感じなんですよ。すごい辛いんですけど、まあ、この子の状態もね、最後確認していきたいと思います。そして、メスも一匹います。もうね、交換っていう感じなんですけど、この子については、幼虫の姿が見えない。ひょっとしたら、中の方でね、溶化してる可能性もあるんで、姿は見えたら交換しようかなと。見えなければね、このまま羽化まで持っていきます、うん、そんな気がしますね。はい、ということでね、今日はこのオス2頭の餌交換、そして残念ながら病気で亡くなっているっぽいこの子の状態を確認していきます。そしてまあ気になるんでね、ついでに体重の方もね測っていきたいと思います。じゃあ頑張りましょう。はい、まずはこの子ですね。大きくなってるっぽいんで、どれぐらい体重が伸びてるのかね、楽しみですね。うわ、なんかやばいぞこの状態。こんな風になるの。ギラファ君の場所を確認しながら、ここですね。はい、ちょっとね、ザクっていっちゃわないようにね、気をつけながらね取り出していきましょう。もうザクっていったら水の泡ですからね。ここまで来て、この禁止で交換するのこれだから怖いんだよね。よし、出せる。はっ、おお、やっぱりギラファでかいっすね。でかいわこれ。どれぐらい体重乗ってんだろう。ちょっと測ってみましょう。いきますよ。よっ、うわ、うんこしちゃった。47。うわ、クソクソが。でけえな、クソ、おい。マジっすか。マジっすか。うんこのけたらね、2グラム減っちゃいましたね。45。この子は45でした。うんこがね、2グラムとかね、どんだけでかいうんこしてんだ、こいつ。すげえな。
ギラファだけにうんこもでかいですよ。はい、今日からね、マットで生活してください。上からマットをかける感じですね。結構でかいんでね、安心しました。でも50乗ってなかったですね。はい、50乗ってほしかったな。うん、もうちょっとね、成長するかもしれないんでね、この状態で頑張って大きくなってもらいましょう。はい、この子は 45g、 クソする前は 47g でした。よし、2匹目のオスを出していきましょう。この子は何グラムかな。やっぱ50は乗らないのかな、なかなか。よっ、これはね、奥の方にいて、あ、でもさっきより柔らかいね。もう菌糸劣化しまくりだね。はい、これバサって出るかも。出ないですね。どこにいるんだろう。いた、いましたね、ここに。よっ、よいしょ。うわ、ごめん、飛び出しちゃった。そうですね、見た感じ45ぐらいあればいいかな。うんこすると体重がね、2g 減っちゃうんで、うんこする前に測りたい。うんこする前に測りたい。測ります。せーの、うわ、失敗失敗。もう一回気を取り直して測ります。えい、43、42、なんで減るの。43、42、43、どっちやねん。42、43、ちょっと、出てるよ。43ですね。43g。まあまあ、でかくなってるっちゃでかくなってるけど、そうだな、もう少しでかくなるかもしれないな。いやー、ほんとギラファってでかいなー。しかしでかいですよ。ほっ、よいしょ。うわ、うんこしてる。うおー、体重 2g 減ったんじゃねえかな。よし、この子にも土をかけてあげちゃいたい。あげちゃいます。土じゃなくてマットかけてあげちゃいます。はい、できるだけこぼさないように。よし、まあ、あとは潜っていくかな。生き埋めだな、これは。はい、潜っていくでしょう。蓋を閉めます。43g でした。はい、問題はこの子ですね。うん、なくなってると思います。難しいですね。原因は何だろう。酸欠ってことはないと思うんですけど、なんでしょうね。はい、カブトムシの病気で黒点病院のは聞いたことあるんですけど、クワガタにもうそれあるのかなっていうね。あー、辛いですよ。もうほんとね、申し訳ないです。うん、なんかだって、だってマットがおかしいもん、これ。マットっていうかね、うん、菌糸がなんかおかしい状態になってる。全然食痕ないですし、いや、ないことはないんだけど、はあ、どこだろう。いや、辛いな。確認するの辛いですけど、でもね、まあ今後の勉強のために。うわ、ひどい、これ。あー、なんだろう、ブヨブヨブヨかな。
これは病気でしょうね。何の病気だろう。ブヨブヨ病かな。はあ、マジか。こういうことあるんですね。はい。まあ、こんなになったのは初めてなんですけど、厳しいですね。あー、悔しいな。申し訳ない。申し訳ないです。はい。まあ、二度とね、こういうことが起きないように、この子には悪いんですけど、誓いたいと思います。ごめん。申し訳なかった。ごめんな。お疲れ様でした。暗い動画になってしまいましたが、とりあえず交換終わりました。前回貼り忘れたねラベルもちゃんと貼りました。前の動画確認したらね、それぞれね 3g ぐらいずつ大きくなってる感じでしたね。はい、もう少し大きくなるんじゃないかなと思います。 50g は超えないかな、わかりませんけど。あのね、黒い状態、ブヨブヨ病ですかね、わかんないんですけど、もしね知ってる人がいたらね、また情報なんかをいただけたら嬉しいです。はい、もうひょっとしたらね、もう一回作業感あるかもしれませんね。はい、それではね、今日はこれでお別れです。ほんとあの子には悪いことしました。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。